演舞開演。どうも、私のズレズレなる日常演舞さんですよね。はい、そのいうわけで本日はちら、チャンネル登録よろしくお願いします。ちら、業務スーパーのエンジェルバイクバニラとチョコを食べたいと思います。これずっと食べたかったんですけど、なかなか置けなかったんですよね。なので今回ようやく見つけることができて本当に嬉しいです。でもなんか嫌な予感がするんですよね、この中のジャラジャラ。ではまずバニラの方から食べてみたいと思います。おっと、あー、なんか袋もちょっと割れてそうな雰囲気だったんですけど、意外とそうでもないですね。これ見ていただいたら分かる、こういう形状だったんですね。よとりこし苦労でよかったです。それではいただきます。ようやくお待ちかねの天使ちゃんとの出会い。バニラの甘さが口の中に広がって本当に癒される。はい、次はチョコサイド、こちらもいただきます。こっちはどんな風になってるのかな。まあそんなに違うわけないですよね。ではいただきます。こちらはちょっとビターな感じですね。それがまた違いがあっていい。こういうの本当に待ってた。買えてよかった。どちらもストラーのウェーハース生地がサクサクっと軽くて、そのサクッとした音の後にバニラの方は甘みが強い滑らかな、チョコの方はちょっぴり苦みのある濃厚なクリームが口の中にふわっと広がってきて、とても美味しかったです。ただちょっと嫌な予感がしてた通り、中でちょっと割れてしまっているのがありましたね。それはちょっともったいなかったかなと思います。まあそれは自分の持ち帰り方の問題もあったのだと思うのですが、でも本当に天使の名にふさわしい癒しを与えてくれる商品だと思いました。ほんともっといろんな味でも食べてみたいな、本当にそう思います。というわけで、じゃあ両方ともまとめてこちらの点数とさせていただきます。本当にサクサク美味しかったです。食べるのも確かと言いますからね。あ、シャルで言ったんじゃないですよって言っても信じてもらえないでしょうけど、それで青唐辛子、木の根っこかな、アラカルト。どんなものを選んでるんでしょうね。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると、そしてよろしければ他の動画も見ていただけると、動画を拡散していただけると嬉しいです。演舞閉演。